激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。イエス、やってきました。今日はですね、大久保に来てますよと。今回ですね、なんと韓国料理赤い屋台さんに来てます。激辛スンドゥブがあるという情報をキャッチしたので、今日は早速攻めたいと思います。どうですか、この真っ赤に燃えるこの激辛カラー。今日も激辛食べてスコビル元気になっちゃいましょう。レッツゴー。あ、スコビル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 。はい、というわけでやってきたんですけど、赤い屋台さんですね。もうメニューが真っ赤ですよ。見てください、これ本場の韓国料理屋さんですよ。貼ってるポスターが全部ハングルで、で今日頼むのがこのスンドゥブチゲですね。スンドゥブチゲ、はい、スンドゥブといったらもう韓国の激辛料理の代名詞といっても過言ではないということで、じゃあ早速頼んでみましょうか。すいません、スンドゥブチゲで、これ結構辛いですか。辛いですか。辛くしてもらいますね。特別にじゃあ辛くしてもらって、じゃあマックスで、マックスで、マックス辛さで、マックス辛さ。食べれない人とかいますかね。頼んだこといない。いないですか。はい、なるほど、初めて、初ということで、なりました。じゃあよろしくお願いします、コビル。このお店で初だそうです。このスンドゥブチゲを辛さマックスにオーダーするのはこのお店で初です。こうやってまたね、各激辛店舗にまた激辛ジョニーの名前を刻むと。来ました、こちらがマックス、マックス辛さレベルマックス。おお、これ何が入ってるんですか。この辛さの源って何ですか。韓国唐辛子。めっちゃ辛そうだ。これも辛そうなんだけど、680円でこの量ですよ。めっちゃ多いな。え、このマカロニサラダですか。サラダにキャベツのごまだれに、ちょっと確定ご飯に、あ、スンドゥブチゲに、あ、ジョニーです。いただきます。さあ、スンズブさん、お手並み拝見と行きましょうか。熱っ、熱っ、熱っ。結構パンチ効いてますよ、これ。この突き抜ける辛さ、もう鼻から一気に食べた瞬間にもう脳天にこのね、唐辛子の辛みがバーンっていって、そこから下に来てお腹にカーンって、この鋭い辛さで、海鮮系の味がして美味しいですね。この出汁が効いてます、アサリの。うん、あ、具材がね、玉ねぎ、ネギ、豆腐にアサリ、まあ、唐辛子いろいろこう入ってますけど、アサリの出汁がよう効いてますよ、この、うん、おお、これは、え、すごい、え、これランチについてくるんですか。すごいな、カクテキとキムチもついてきた、これ。え、どんだけくるの。これ680円でこれすごくないですか。何ですかこれ、もう一人のなんかホームパーティーみたいになってますけど、すごいな、激辛ホームパーティー。もう食い切れるから。すごいですね。うん、うん、卵も入ってる、卵。うん、うん、うん。じゃあここでさらに追加できたこのキムチをいただいてます。これね、本場のキムチですからね。うん、うん、うん、7品か。カク
ステーキ、大根サラダ、ゴーカン、スンドゥブ、マカロニサラダ、キャベツのサラダ、キムチ。すごいな。最近めっちゃ食ってるんですよね。昨日もカレー 1.5 人前にピザにきなこアイス、カルボナーラとどんどんデブになってる。やばい。見てこれ、アサリさんですよ、アサリさん。アサリさん、いただきます。うん、お腹はち切れそう。スンドゥブご飯に合うわ。ほんとやばい。ちょっとペース間違えてもうご飯なくなっちゃった。下の方が超辛い。よし、キムチも食べます。いただきます。これ全部サイドに来たやつなんですけど、なんですかこの皿の積み重ね具合。回転寿司みたいな感じになってますけど、やばくないですか。よし、残すとこはね、このスンドゥブチゲさんだけなんで。よし、ラストスパート。よし、ごちそうさまでした。完食しました。オッケー。苦しい。やばいよ、もうこの量ですよ。見てください、これやばくないですか。もう1、2、3、4、5、2、5飯に住んでる。ボリュームめっちゃありますわ。というわけで赤い屋台さんのスンドゥブチゲ食べ終わったんですけども、全然スンドゥブじゃないですけど、まずねこのサイドメニュー、サービスセットについてこのお野菜たちの多さにまずちょっとびっくりしましたね。もう僕結構お腹いっぱいです。これランチに食べたら夜ご飯いらないぐらいのボリュームですよ。肝心のスンドゥブなんですけれども、海鮮系の出汁が効いててすごい美味しかったです。辛さレベル発表していきましょうか。はい、夜会屋台さんのスンドゥブチゲ、特別激辛オーダーマックス、激辛マックス辛さレベル、じゃらららじゃじゃん、辛さレベル7です。おめでとうございます。辛さレベル7ですと。このお店で一番辛い、店舗初ですよ、お店初と。海鮮系の出汁ですし、まあ、お野菜もこのスンドゥブの中に入ってるんで、非常にスープ自体があっさりしてて、あさりだけに、あさりが入ってたからあっさりしました、スープが。今日も激辛食べて、スコビル元気になりました。おい、おい、スコビル。特にランチタイムがおすすめですね。11時から3時まででしたっけ、ランチタイム。ランチタイムにこのね、680円で、この量が出てくるわけですから、すごいお得、もう満足感120点。ということですよ。もしこの挑戦に高評価の方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新してますのでフォローお願いします。おー、お腹いっぱい。お腹はち切れそう。これやばくないですか、どっかの回転寿司屋みたいになってますよ、回転寿司屋でよく見る光景ですよ、これ。寿司丼もいい。寿司じゃねえか。チャンネル登録